度眼科行った方がいいよ。でも心配だし。じゃあ熱射病とか。けど、今お兄ちゃんの言うのが消えているだけで本当に見たのかもしれないね。じゃあ図書館でそういう自然現象を調べてみようか。じゃあ僕後で調べに行ってみる。どっちよ。おはよう。お兄ちゃんが誰が好きなのか分かった？だって亡くなったりするものじゃないから、綿あめみたいに。そりゃ食べるよ、光合成じゃないんだから。もやし？苦しいね。自分で作ってきたんだって。食器も自前で、豆だよね。光合成だね。いると暖かくていいにゃ。やっぱリポーターいないね。ま、来る時もいなかったんだけど。ギュッとして大丈夫？病み上がりなんだから。ねえねえ、サンデーの回復祝いやろうよ。あ、そうだね。
じゃあそうしましょう。よかったよかった。やっぱ神崎さんはサンデーがいないとお湯のないインスタントコーヒーみたいだ。そのままザリザリ飲んでくれてもいいけど。嘘。はい、席つけ。お、サンデー復活したか。どもどもおかげさまで。よかったな、ラスプーチンのようだ。ん？ラスプーチンってのはな、帝政ロシアの末期に実在した怪人僧侶で、何度殺されてもその度に復活したという伝説を持っているんだ。起立。やっぱり病院食はまずかったんだね。サンデーはグルメだから。でも猫って結局肉食性でしょ。食べられないこともないかもしれないけどね。まあ病院食の味気なさはわかりますね。そうですね。じゃあ買い出しは誰が行く？お祝いの。だよ。聞いてなかった？
お店でやろうとすると入店拒否されるかもしれないしね。全身全霊でお祝いします。私は塾に行かなくちゃならないからお任せにするね。私行ってもいいよ。あ、はい、大丈夫です。わかりました。じゃあ買い物は3人ってこと？私も行く。3人だけじゃ心配だし。心配って？だってその中で多少でも料理できるの千尋だけじゃない。多少じゃないやい。とにかくちゃんと計画性を持って買ってこられるかどうかわからないから。余ったらエマちゃんたちで食べれば？冷蔵庫に食材買い置きしたくないの。味が落ちるから。参りました。欠席させてもらう。適当に仮病を使っておくから。その代わりデザートは私にお任せって感じで。食べれなかったらフォアグラみたいに無理やり入れる。それじゃまた後でね。またね。せっかく会いに来てくれたんだからもうちょっと愛想よくすればいいのに。はは、京介くんは親しき仲にも礼儀ありって言葉知らないね。一種のね。うん、やっぱり微妙に雰囲気が違うね。うん、若い生気にあふれてる。サキュバスとか？
どうしたの？二人して。なんだ、どうせ京介ちゃんたちの方が下なんだからこっちから行ったのに。霧学は若い学年の方が上になるんだ。なる、若者の足腰を鍛えようって親心かな。関係ないと思うけど。けど実はそうだったりして。1年生はみんなウサギ跳びでいいよ。あれって足腰悪くするんだよね、本当は。アナーキーにノーフューチャーだよね。そうそう、授業中ね、何を買うかのリストを考えたよ。授業中は授業を聞かないと。本本だよ。細かい字を書くのの練習？お米に小さな絵を描くっていう中国の現代美術みたい。いやー、いろいろ描こうと思ったらスペースが足りないかなって。というか埋め尽くしたかったんだよね。カズハちゃんの好物もちゃんと入ってるでよ。の缶詰買ってもな。うん。好きだけどね。どら焼きも買うし。うん。おまんじゅうも入ってるし。うん。マーガリンと小倉のコッペパンも予定しているし。なんでもそこまで入らないわよ。京介くん、だし巻き卵好きだったでしょ。卵も入ってるよ。どうだろう。数が多い方が安いよ。ダメね、このリストは。え？エマがそう言ってくれるのを待ってたよ。うっそ。目の付けどころはいいけど量がね、何人前だんみたいな。実際お金が足りないと思うし。